また来てくれよな。何を作りたいんだ。行くとしよう。行くとしよう。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。討伐しといた方が良さそうだ。新兵、やるぞ。いやー、はっ、落ちた。ふっ、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 
完了だ。先に進むぞ。新兵、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。巨人か。続けて鉢合わせるとはついてねえ。よし、大罰さん、すまない、助かった。片付けろ。次だ、行く。討伐した。索敵の取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。こんなに巨人が出るんだ。倒す。数も多くなってきてるぜ。ったく、索敵班は何やってんだよ。行く。よし。こうも巨人に出くわすとは。何か起こっているのか。まさか索敵が機能してねえのか。見ろ、変弾だ。すでに陣形が乱されているらしい。新兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。こんなに巨人が出てくるなんてな。座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けるぞ。やっ、お前なんでここに。まあいい、手を貸してくれ。はあ、やっ、倒した。倒す。はっ、当てた。
した。助かったぜ。しかし陣形の中でこの状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、縁談が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、縁談の方へ行ってみるぞ。巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。凍結した巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。空だけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。いや、誰かを探してるのかも。片付ける。もしかしてエレン。エレンだ。だがエレンだよ。あいつが来た右翼側にいるはずだろ。僕の企画誌には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。片
片付ける。落ちた。巨人が多い。この状況、何かあったのか。落ちた。やる。もう一押し。次だ。始末。倒した。助かったよ。この辺りは巨人が多い。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。役に立ちそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。救援要請だ。加勢してくれるか。次だ。助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。すでに陣形が乱れちまってるようだな。いやあ、当てた。すげえじゃねえか。大丈夫か。すまん。悪いな、新兵。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。行く。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。あの縁談、助けが必要だな。少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。じゃあライダー、分かった。すまん、こっちを手伝ってくれるか。よし。また巨人が現れたら、こいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。あの縁談、助けが必要だな。
任せた。はっ、倒した。片付けた。無理はするなよ。刃をぶち込まれてえか。こいつ運動精度が普通のやつの比じゃねえ。知性のある巨人への認識が甘かった。また巨人の群れが。やっぱりこいつが呼んだのか。見ろ、先輩方が巨人を食い止めてくれてるぞ。よし、俺たちはあの知性を持った巨人の足止めに徹するぞ。もう一つ。やった、奴の動きが鈍くなったぞ。次は十分だ。急いで離れるぞ。
なぜあっちは中央後方、もしかしてエレンがいる方へ。戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきた。そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行く。大丈夫なはずないだろう。どう動くにせよ無理だよ。無謀すぎる。とにかく落ち着け。無茶だ。待ってくれ。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画室の情報とは違うけど、私たちは信じて探してみよう。討伐した。くそ、巨人の接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。倒す。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか。リヴァイ班こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。行く。なんでこんなところに巨人がいるのよ。あそこで戦ってる。急いで加勢しよう。よっ、当てた。リヴァイ班を探してるんです。見かけませんでしたか。
リヴァイ班は全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。討伐した。今だ。当てた。あの色は助けに行かなきゃ。もう一押し。当てた。落ちた。倒した。お前ら、いいところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。よっ。情報を集めないと。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ？行かせんと。また戦ってるよ。助けに行こう。はい、次だ。倒す。リヴァイ班の現在位置は分かりませんか？急いで知らせたいことがあるんです。作戦企画書を読んでいないのか、新兵。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でも、あと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。あの色は、助けに行かなきゃ。ここで巨人を食い止めろって命令なんです。お二人も手伝ってくれませんか？良さそうですね。私も負けてられません。おかげで突破されずに済みましたよ。でも命令の目的がわからないんですよね。巨人の討伐に手を貸してほしいんだ。落ちた。寄り道している暇はないよ。早くリヴァイ班を探そう。よし。倒した。片付け。助かったよ。
僕にもよくわからないけど、ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。こんなに巨人が現れるんだ。いたよ、急いで助けよう。よし、討伐した。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか？確証はないが、隊列を見た気がする。おかしいな、こんな位置にいるはずないのに。倒す。この辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、演壇だよ。あっちに誰かいるんだ。行ってみよう。よし、倒した。あの人、リヴァイ班の人じゃないかな。今だ。はっ、がっ、いやあ。はっ、行く。助かった。よし。当たって当てた。倒す。よし、倒した。ありがとう。伝令のために班から離れたところを襲われちゃって。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人？分かった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる？分かりました、あとは頼みます。あの赤い円弾が見える？兵長たちは今、あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。救援要請ね。助けに行かないと。行く。いや。忙しい。なんで私が拠点の設営なんて。おい、お前手伝ってくれ。ペドロさん、お願いします。了解。次だ。私のクリスタを探しに行けるぜ。本当に知性のある巨人がエレンを狙っているのなら急がないと。
始末。巨人に邪魔されて拠点を設営できない。手伝ってくれるととても助かる。倒す。倒す。ねえ、何をしているの？早く兵長に知らせに行こう。ありがとう。ここに拠点を設営することにどんな意味があるのかはわからないけど。拠点はここだ。巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。リヴァイ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソマキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺を監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬で駆ける。いいな。駆けるって一体どこまで？それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか？エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろう。やめなさい、エレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ。俺にはわかる。どんなに力で抑えようともこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。ジモ選ぶ。自分を信じるか、俺やこいつらを信じるか。俺にはわからない。ずっとそうだ。自分の力を信じて、信頼に足る仲間の選択を信じて、結果は誰にもわからなかった。せいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。Thank you.
とは一旦別行動。適切な距離であの巨人からエレを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。なめてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。
な、アルミン。今森の奥で何かやあの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。エルヴィン団長の狙いは壁を壊そうとした巨人は、そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲。おう、無事だったか。あっちはどうだった。そうか、やっぱりあの音は女型が。それにしてもどうして。トロストクが襲撃された時、ボールローゼを塞ぐ内扉、おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由はつまり、ってことはつまりエレ、だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だがだとしても釈然としねえ。もうす、ああ最初、後でこうするべきだったっていうことは。だけど選択の時は。団長は100人の仲間、大して長くも生きてないけど何かを変えることのできる人間がいると。化け物をもしのぐ必要に迫られ、何も捨てることができない人には。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見次第駆逐せよ。ここで巨人を食い止めろだと。ふざけた目でしやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、それは命令に従う。お前もそうするべきだと思うんだ。討伐した、行く。救援要請だ。ジャン、続きだ。準備ができたからみんなうまく使ってね。救援要請だ。ここに拠点をこさえなきゃならねえってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。
そろ準備はできた。ああ、拠点を作っといてやったぞ。私に感謝してありがたく使えよな。始末する。よっ、発射！やるもんだな。これで貴公子は駆逐できたな。やっ、なんで急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。なんでもいい、ここを通すな。じゃん、次だ。倒す。はっ、はっ。討伐した。始末する。こんな数どうすりゃいいってんだ。巨人は森の内部に向かっていく。さっきの声の主はきっとあの巨人だ。よっ、じゃあ、はっ、とー。
辺りの巨人は片付けたが、仲間とはぐれちまったみたいだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐はしたけど、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、仁王像。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員、戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。おい見ろ、巨人が巨人を食ってやがる。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。ジャン、あの縁談、助けが必要だな。倒す。いやー、よし。あそこで戦ってる人が。おい、悪いが加勢してくれ。無事に切り抜けられてよかったですね。すまん、助かったぜ。厄介な状況だな。このままじゃ女型が食い尽くされるぞ。あそこで交戦中か。加勢しねえと。巨人が一斉に森に入ってきたんだ。手を貸してくれ。ならば苦戦してるみたいだな。あの叫び声に巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ。分隊長、考えるのは後にしましょう。なんとかここは片付いたようですね。おかげで命拾いしたよ。どの瞬間に木陰から巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。A 型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないね。見て、新手の巨人は近づいてる。巨人が多くては俺の鼻も役に立たぬ。じゃあゲルカラボさん頼みます。任せとけ。いやーはっ、討伐した。意外と手だれじゃないか。森は立体軌道に有利だ。視界が制限される。慎重に進もう。倒すのを片付け。リケさん、こいつらを全部倒すのはさすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。
今は目の前の敵に集中しろ。討伐した。行く。任せとけ。リバス。よし。ダウン。神兵がいたものだ。よっ、ザナミア。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ。敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか、自分ごと巨人に食わせた情報を抹消するとは。審議所であれだけ啖呵切った後でこのざま。帰った後で考えよう。俺の班を呼んでくる。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。命令だ。了解だ、エルビ。お前か、何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。
総員撤退だ。また来てくれよな。いい品が揃って。また来てね。やあ、やあ、行くとしよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？女型は食われた。まさか。ああ、以前来た。そしてあらかじめ女型の中にいたやつはいい。でもそれは装備が破損して。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せ、巨人の力に連動があると。あの敵を出し抜くために。敵が力、リヴァイ兵長。いや、違う。誰だ。ルカさん、エレン、止まるな。進め。エレンを守れ。
神が？それとも複数いるのか？ヤクマ、かかってこい！差し違えてでも倒す！やはりか、来るぞ！女型の巨人だ！3人で女型の巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。俺も戦います。ダメだ、これが最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか？そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの？我が藩の勝利を信じてます。ご武運を。進もう、振り返らずに。やっ、リヴァイ藩のみんなが必ず女型を仕留めてくれるはずだ。もう一押し。討伐した。すまん、団長の指示で救援に来たんだが、巨人どもに邪魔されちまってな。よっ。誰にも分からなかった。兵長はそう言ってたな。悔いが残らない方を選べ。兵長、俺の選択は。いやー、よし。さあ、ここで補給するんだ。分かった。はっ。次だ。いやよっ。はっ。頼む。わかった。はっ。当てた。よし、もう一押し。いやー、うわっ。はっ。はっ。はっ。片付ける。分かった。分かった。いやー、よし、討伐した。はっ。はっ。今だ。トゥー。倒した。うっ。みんなを信じて進もう。それが正解なんだ。今殺す。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。
の女型が一方的に。とどめだ。エルド、なんてよ。ペトラ、早く体勢を直せ。おい、死ね。なぜだ、刃が通らねえ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。信じたいと思ったから、みんな、俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、引きちぎってやる。ぐちゃぐちゃに細かくしてから食ってやる。おい、エレンはどこだ？よし、いいぞ。巨人を呼んだか。囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。離れます。了解だ。ゴール！次だ。救援要請を確認した。援護に向かう。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしいな。ったく、次から次へと湧いてきやがる。団長の指示でエレンたちを助けに来たんだけど、どうやら私が囲まれちゃったみたいでね。起き通す。
やあ、よっ、落ちた。はっはっ、もう動くな。よし、この拠点で補給していくといい。はっ、片付け。ふぅ、行く。頼む、任せた。了解。分かった。よっ、もう一度。はっ、奴に逃げられる。エレンの救出に目的を絞るぞ。始末。はっさ、巨人どもめ、邪魔すんな。当たって、分かった、任せた。了解。ち、巨人どもが邪魔だな。リヴァイ兵長、お願いします。了解だ。武器だ。この罠なら少しは奴の足を止められるはずだ。足止めしてやる。体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。いやあ、味方、任せた。分かった。よっ、このまま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。任せた。分かった、了解。はっ、いや、そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。そうだ、お前はあの時のエレンの馴染みか。
俺が奴を削る。お前は注意を引け。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。調査兵団は戦果もなくカラネスクへと帰還した。重要な戦力であるリヴァイ兵士長の負傷、歴戦の精鋭たちの死、多くの犠牲を払って第57回壁外調査は終了した。壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。彼が壁外で目にした光景、それは彼の心に壁外調査の過酷さと世界の残酷さを深く刻んだ。だがそれでも彼は生き残った。その奮闘を見込んだエルヴィンによって彼はとある作戦への参加を命じられる。怪我が治ったみたいでよかった。何かできることはある？
私が何かしたい。あれ、珍しい組み合わせだね。何を話してたの？そういうことか。でも私の不注意で頼み事が。はあ、なんだそれ。こういうのはけじめさえつけられれば何でもいいんだよ。ミカサに何か聞く。エレンとアルミンも。そういや、お前も志願し。今急に話せって言われ。わかった。また私のことを尋ね。どうしたの？僕、そんなことがあったんだ。それでコニーは手っ取り早く実力を上げるため。まさか僕。早速始めようか。1問目。答えは皮膚が。これはわかるぜ。答えは目の。なるほどな。言われてみればそうだな。ああ、もちろんだ。アルミ。とにかく。ああ、来い。最後に勝利する。休息も兵士の死。最後に勝利するの。
速も兵士の仕事だ。ミケンが君の匂い、お前の匂いはもう覚えた。何か特別な、そうだな、誰の匂いを嗅い、実際のところ知りたいことがあればこいつらに聞く。何かあればいつでも俺たちに相談してくれ。ゲルガーは人聞きが、私はじゃあそういうことだから、ああ戦い方のコツ